ありがとうございます。お昼配信ね、ちょっともう今日明日もう7月、これ多分最後の配信です。今日だって7月もう明日で最後だもんね。明日は多分配信できないし、今日の夜も多分もうしないかなって思うので、これ7月最後の配信。今日のお昼はまだちょっとだけ心にゆとりがあるからちょっと心にゆとりがある間に配信やっとこうかなって思って、おしゃべり会のね受付ももうあと1時間13時までだしと思って、はい、寝れました。そう、今さテレビつけてたらさ、ヒルナンデスさんでさ時鉄さんが出てて、ちょうどなんか糸魚川の旅みたいな。そう、ぜひテレビ見られる方だったら、ちょっと今冒頭5分しか見らなかったんだけど私配信始めちゃって、そう嬉しい。そうなんですよ、しかもイコラブさんの高松ひとみちゃんが来てたんだって、嬉しいそうちょこっとだけ見てました。もし今見れる方見てみて。絶妙子降りるかな今ね、まだ1回目、糸魚川駅に降りた瞬間でテレビ消しちゃってちょっと見れてないんですけどね。なんかさりげなくパネルとか映んないかなさりげなく等身大パネルとか映んないかなとかってちょっと思ってんだけどユハのパネル一瞬映った、映った、本当。いやちょっとそれを期待してたからさ、映ったらいいなって思ってたんだけど、本当に映った、今ちょっと見たかったな見たかったなって自分で配信始めたんですけど知らなかった。いやなんかねちょっとなんか流れてきたんだよねこの前ツイッターで。でもいつ放送か知らなくて、今日かと思って見れた、見れたわ。まあでも配信の方がチェックしといてね。嬉しい、だってなんかさ普通にさこう全国放送の番組でさ新潟をさこう取り上げてもらえるだけでもめっちゃ嬉しいじゃん。でもそれがさこう自分たちがこういう風に関わらせていただいてるさ時鉄さんがね大々的にこうやって出るってなったらめっちゃ嬉しいじゃないですか。そうちょっと見てた、ちょこっとだけね。でもいつ収録したかによって私のパネルの有無もちょっと変わってくるから私ちょっと新入りなんでパネル最近出たばっかだからさなのでね、あったらいいけど。ちょっと前にも別の番組で特集して、あ、本当に？嬉しいね。やっぱなんか夏休みとかね、ぜひみんなに時鉄さん乗ってほしいし、あわよくばスタンプラリーとかね、ファンの皆さんはもうだって2週とかさ、3週とかしてる方もいらっしゃってさ、すごっって感じなんですけどね。なんか全然そのファンの方じゃなくても鉄道好きの皆さんとかね、スタンプラリーとかしてもらえたら嬉しいよね。そう、でも私も結局まだ自分でさ行ってないからさ、上越妙高駅行きたい。ちょっとでも忙しいかな、夏ね、バタバタしそうで、行ける時行きたいな。ちょっと全部スタンプラリー回るは難しいかもしれないけど、周回すると何かがある。あのね、なんかステッカーがもらえます。そうで、ステッカーがランダムで、あの時鉄さんのそのメンバーのステッカーがもらえるっていうので、結構でも私のファンの方、耳打ち引きしたみたいなこと多くって、そうすごいね。だってもう初日から結構もう回って、で劇場公演で見せてくださる方とかいて、どういうスケジュールで動いてるんだろうっていうぐらい、そうすごいね、頑張ってくださってる。そう、でも私まだパネルにサインしてないから、なんかそれねできたらしに行けたらいいなと思ってるんだけど、そうあとさあれじゃん、あの佐渡金山がさ世界遺産に決まったじゃないですか。で、あの佐渡のさ港、佐渡汽船にもパネル置いていただいてるんだよね。あれ今もう置いてないか、ゴールデンウィークに置いてたんだっけ、今もう置いてないかな。あれも撮影はしたんよパネル
じゃあ私の番がまだ来てないな。せっかくだからこのタイミングで置いてもらいたいな。ね、ゴールデンウィークだったっけ、マリナさんとね、日向さんのが置いてあったけど、今も置いてないのかな。ね、こんなに今じゃん、今大注目の佐渡ですから。置いていただきたい。そちらもパネルもぜひサインさせていただいて置きたい。いやでも嬉しいね、なんかこうやってこう NGT が関わらせていただいてるところがこう全国的に注目される機会が多いのがすごく嬉しいなって思うし、でもその分ちょっとなんかその場に恥じないグループでいなきゃなって思うけど、そうなんかその場所がすごい有名になるからこそ、私たちもねそこに関わらせていただいてるからには、なんかもっと自分たちの知名度も上げていかなきゃなってすごく思うのでね。すごい、だって世界遺産にさ登録されたわけだからさ、ちょっとね頑張らないとです。今年まだ佐渡行けてないので、去年の夏っていうか6月に萌ちゃんと行ったのが最後かな。そうなのでまた行きたいな佐渡。行きたい。夏ね、夏の佐渡めっちゃいいですから。佐渡観光応援公式サポーターです。覚えてください。長い。オフラインとアットジャムの間を狙ってます。お、佐渡に行くの、まあ、いい時期9月とかね。まあでもまだ暑いだろうけど、めっちゃいいです。あ、確かにごめん、メインプロジェクト、そっか佐渡にもねあったもんね、対象店舗ね。いやすごい、本当にみんなもねいっぱい、多分 NGT がその佐渡観光園公式サポーターになってから佐渡に足を運ぶ機会が増えたファンの方も多分多いから。ね、嬉しい。そう、しかもあの私 NST さんでももう2年前なんだよ、あれたまちゃんさんと一緒に佐渡に行かせていただいて、その佐渡観光、間違った、佐渡の世界遺産に決まって NST さんが佐渡の動画こちらですってアップしてて、なんか再投稿してて懐かしいみたいな。もう2年前。そう、あれは佐渡、あれはあのシソシナの MV 撮って割とすぐだった。 MV が3月とかに撮ってて、2月3月ぐらいに撮ってて、であのたまちゃんさんと一緒に行ったのが4月くらいだったから、結構本当に佐渡と関わらせていただいてすぐの頃だったので、そうでも私佐渡はそれまで NGT 加入するまで1回だけパパと妹と行ったことがあって、でそれから MV 撮影で NGT に入ってから初めて行って、だから佐渡金山に行ったのはその時が初めてだったの。 NST さんのそのロケで行った時が初めてで、たまちゃんさんと行った時が、でもその後その年末に、一昨年の年末につぐみさんとさあやとあの佐渡観光園公式サポーターのなんか活動報告みたいな感じで市長のところに行った時にもう金山行きました。だから2回行ったかな。そう、でも佐渡自体で言うと何回行ったんだろう、結構行きましたね。多分メンバーの中でも結構行ってる方だと思います。そう、でも本当になんか毎回楽しい、毎回楽しいし、なんか毎回いいところをなんか見つけて帰ってくるから、なんかまた行きたいなってすごい思う場所だから、そう。だからね、こうやって世界遺産に登録されて、今もう注目度がめちゃくちゃ高いと思うから、そう。だからね、また行きたいし、その良さをこう発信する側になんなきゃね、思いますね。ちょっとさ今やっぱり柏崎との取り組みが結構多い中で、そうでも佐渡ももちろん、佐渡ももちろん大好きなので、でも嬉しい、なんかそうやって新潟のいろんなところと関わらせていただいてるってことじゃないですか、ね、それはすごく嬉しいことだから、時鉄さんもそうだし、なんかもう全地域に
全地域に NGT48 と関わらせていただけてるってね、すごい、それが NGT48 の良さだなって思うのでね。なのでそれがもっとね頑張れたらいいなって思います。まあでもグループ自体の知名度ももっと上げていかなきゃなと思うんですが、まあそれはシングルもねちょうどリリースされますし、そうシングルのタイミングでもいい、ちょうどいいから皆さんに今の NGT48 を知ってもらうチャンスだし、そうで、まあシングルなんですけど、ただいま絶賛頑張り中ですただいま絶賛頑張り中です。なんかいよいよだなって、まあもちろんもうね楽曲も解禁されて、ジャケ写も解禁されて、まあちょっとずつちょっとずつあのもうシングルリリースに向けてこうお話が進んでいってるというかなんですけど、はい、頑張ってますりさきさんとお話ししてみてーな。え、ぜひ今日の13時でおしゃべり会の締め切り終わっちゃいますよやばい、あと40分50分くらいしかない、もう今判断に迫られてる。一旦申し込んでみたらどうですかまた16時から、そうそうそう、8月1日の13時が本当に最後だね、18日の分は。でもそれ以降もやっぱおしゃべり会続くのでね、そう今すぐにお話ししたいってなったらもうあの50分後、40分後までに申し込んでくださいぜひいや本当にね、でもすごい楽しみです。早く皆さんにお届けできるのがめちゃくちゃ楽しみだなとは思います。はい、でもまあさ、曲調がそもそもさ、今回さ一瞬の花火っていう楽曲がさ、こうなんて言うんだろうな、こう大人っぽい感じというか、まあ儚い感じというか、NGT48 のこれまでで言うと、まあ、しそしなとか渡り鳥とか、まあ、系統、楽曲の系統としてはそっち系じゃん。なんかちょっと大人な雰囲気な感じ、アイドルソングっていうよりか大人な雰囲気のある楽曲じゃないですか。でまあ振り付けがねすごいすごいって なってますすごいってなってます。もう大苦戦大苦戦、もう頑張らなければと、今もさっきも配信を始めるもう3分前ぐらいまでお家で練習してたんだけどえ、そう、でもすごいすごいです、もうなんかうんすごいあのね、こうまだネタバレをしないように言葉を選ばずに、言葉を選んで言うと、もうすごいしか出てこない、本当に、うん、すごいです、はい、これねすごいのね意味合いがね、まあいろいろあると思うんですけど、すごいです。でも本当なんか感動するんだけれども、その感動を皆さんに届けるためにすごいあの頑張んなきゃなっていうなんかすごいんですよ、すごいんだけど、その凄さをちゃんとすごいというものをお届けするためにはこう頑張らないとすごいが伝わらないなって思うから、そうじゃあ本当に頑張らなければいけないんですが、大苦戦大苦戦です。でもまあ自分にとって大事な曲になるし、え、うん、これから自分が大切に披露していくことになると思うから
ただいたこのポジションに、はい、しっかり自信を持って頑張って立たなきゃなって思います。しかも3人いるからこそさ、3人いるからこそなんかこう同じセンターっていう場所に3人いるからなんかこう負けないように頑張んなきゃなと思うんですよ、すごく。そう、あれなんか3人ともセンターなのに1人だけなんかめっちゃレベル低くないみたいになったらすごい恥ずかしいし、みんなにも申し訳ないから、なのでちょっと逆に3人いるからこそ、しかも2人はるかとななみはもうダンスも上手だから本当に構わなきゃ、もうついていくのに必死で、はい3人それぞれまあ良さがあって今回このポジションに選んでいただいてると思うんだけど、でもまあ私はダンスは得意じゃないからそうだからちょっと足を引っ張らないように頑張らなければいけないなってすごい思ってます、はい、頑張るよ、衣装も楽しみ。確かにね、そう、あのジャケシャはジャケシャの衣装は多分ジャケシャだけの衣装で、そうそうなんです、もうだからあれ着れない、多分あれめっちゃ可愛いのにね、そう、あれは多分着ないから、そうなの、衣装もねどんな感じか楽しみですね、うん、そうで、なんかねすごい私そのやってて自分のしゃべりの時をすごく思い出して、そうしゃべりの時マジで踊れなかったのマジで踊れなくて、あのねしゃべりのさイントロさ、てん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 つん、これてん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 、この振り付けが一生できなくて、振り入れの時で、振り入れの次の日は MV 撮影だったんですけど、 MV でも多分踊れてなくて、そこのシーン一回も使われてない今でこそさすがにもうね踊れますけど、当時はそんな振り入れした翌日に撮影とかできないできない、ね、もう必死にお家で帰ってから練習したけどさ、でも振り入れ自体が夕方ぐらいから始まって夜まであって、で朝もう3時集合とかだったのでもさ寝なって、そうもうセンターだからこそちゃんと可愛く映れるように寝なって、その時日向さんに言われて、寝なきゃいけない、でも踊らないって、もう追い詰められて多分1時間ぐらいだけ寝たんだと思う、寝なって言われたことに忠実に守った結果多分 1,2 時間ぐらいだけ寝て、そうでもその前は寝るまで練習してみたいな、まあ結局踊れてないんですけど踊れてなくて MV 使われてないんですけど、そうだからなんかすごいそれを思い出しました。当時全然その踊れなかったなってそう思うと、まあ今はだいぶ踊れるようになった方、全然まだ苦手、ダンスはずっと得意じゃないけど、まあ、踊れるようにはなった方なのかなみたいな、すごいちょっとだけ自分の成長を感じました、自分で自分で感じました。18日のおしゃべり会今更申し込んで、ありがとう、いやよかったよよかったよ、まだ間に合ってるからありがとうございます。ピアスは開けてないです、何にも穴ない、耳ちっちゃいそう使われてない、ここてん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 、そう、あとなんかサビじゃないイントロ、違う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 A メロのなぜ季節は気づかないうちに変わってるのかなの振り付けのね、変わってるのかなの足がちょっと複雑なんですよ。でもなんかそれは多分振り入れの時から大丈夫だったんだけど、もう最近もう感覚でやりすぎてもう多分体に染み込んでて、でもさなんか他のメンバーがまあここのポジションだったり、この前3人が同じ振り付けをやるから他のメンバーがやることがあって、そこの振り付け教えてほしいって言われることがあるんだけど、なんか教えられなくてオリメンなのに、オリメン自分のポジションなのに踊れ、教えようとするとなんか普段どうやって踊ってるのかが急に分からなくなっちゃって踊れなくて、そう踊れなくて、
3期生に私が教えてもらってた3期生に教えてもらった私が。そうなだから今この場でそれをやってくださいって言われるとなんかどうやってたか分かんなくなっちゃって、でも全然公演とかでとか、まあ、やると全然 できるんだけど、なんか冷静に考えてやろうとすると分かんなくて、人に一度も正しいのを教えられたことないひどい教えてあげてって感じなんだけど、なんかね分かんなくなっちゃうんだよね、ちょっと教えようとすると難しくて。そう連れて行ったお友達2人キャプテンが一番映えると言ってた。嬉しい、ありがとうございます、それは良かった、ありがとうございます。そう確かめるために MV 見た、使われてないでしょ、もう今はできるようになりました、さすがにできなきゃ困りますよね。でもできなかったことをすごく覚えてて、そう手足長くてスタイルいいからそれを生かしてダンスしたら最強じゃないですかね。生かせたらいいんですがどうなんだろう生かせてるのかな分かんないけど、でもねそのダンスを自分の中にこう落とし込む、染み込ませるまでにすごい時間がかかるので、MV 撮影の時バッチリ決めてたってクリエイトさんの動画で言ってくれてねえ見ても見ましたよ、本当かな。そうでもなんかそれもその動画もさ後から自分で見て、あクリエイトさんそういう風に思ってくださってたんだってすごい思ってたから、なんかそれその後もさいっぱいクリエイトさんに振り入れしていただいたけど、なんかこう成長を感じてもらえてたら嬉しいなって思いますね、うん、自転車乗り方を説明しろって言われてもできないのと、そうなのかな、その感覚なのかな、そうでもなんか分かんなくなっちゃったの、人に教えようとするとねできなくなっちゃった。そう1月18日挨拶に行きます、ありがとう、挨拶ありがとう挨拶なんかさ挨拶初めましてみたいな挨拶の感覚、全然初めましてじゃないですけど、まあお待ちしてます、ありがとうございます昼公演だけだった時空き缶低音ボイス超かっこいいこと、嬉しい、ありがとうございます、ちょっと友達にいいとこ見せようと思って頑張っちゃった頑張っちゃった、ありがとうございます。そうなのよね、だから今回も本当に頑張りますでもいやそもそもさなんかさそのダンス自体が全然得意じゃないから、なんかじゃあどういう振りなら得意なのって言われるとめちゃくちゃ難しいんですけど、なんだろうな、何の振り付けなら得意なんだろうって言われるともう全部苦手の分類されちゃう、踊ることに対してでも特に今回はちょっとその苦手の中でも特にすごい苦戦するタイプの苦戦するタイプの感じですごく悩ませている私の頭と体をそう別に得意なジャンルがあるわけではないんだけど、そのどちらかというとこう頑張んなきゃいけないタイプの振りで頑張ってます、はい、ホイテートグループで一番のスタイルとビジョンを持ってるから大丈夫だよ、本当にありがとうございます、なんかようちっちゃくて心配なんだけどありがとうございます。まだ成長しちゃうの、はい頑張ります、頑張ります。でもねなんかねやっぱダメだ、すごいしか出てこないやすごいしか出てこない、そうでも本当にあセンターなんだなとは実感しましたセンターなんだなとは実感しましたね、すごいおおなるほどって感じです、はい、まあね3人で肩車してるかもしれないしね
ソロパートの部分、あ、ソロパートの部分ね、ふん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 、うんうん、そう、すごいすごいすごかった、すごかった。肩車してるかもしれないよ。待ちきれないですね、いつ皆さんの前で披露できるかなってのはすごく楽しみですね。うん、早くみんなにお見せしたいけど、ちょっとそのためには本当に頑張らないといけないので、もう今見せられる段階じゃなさすぎてどうしようって感じで、頑張る、頑張ります。来月頭にはいろいろ会議、もうだって来月頭、あ、そっかそっか、まだ7月だった、もう8月の気分でいた。もう8月の気分でいたから、待って、来月の頭ってもう発売されてないと思ったら、まだ7月でした、ギリ。まだでしたね。でもじゃあリリースまで1ヶ月切ったってことだね。そうですよ、もう今日だって30日だもん。リリースまで1ヶ月切りましたし、まだまだ解禁されてないこともたっくさんあるので、そう、たっくさんある。そうです、そう、やっぱでも確かに発売月になったら、8月になったら結構いろいろ解禁されることも多いかなって思うので、いや、そうですよ、みんなに早くね、いっぱい言いたいことがあるので。確かにカップリングもまだ解禁されてない、そうだ、カップリング未だに自分たちの曲になったのまだ分かんない、聞いてなくて。自分たちの声のレコーディングは終わってるんですけど、自分たちの声になったやつ未だに聞いてなくて、自分たちも分からない。分からない、うん、サマーバックの権利の登録が7月中だったけど、あと2日、あれ、そうなの、まああと2日あるからさ、待ってなってとか言って7月中に来なかったら本当にあごめんなさい。ディフね、ディフね、曲詰め込む、うんうんうん、あ、そう、でも、うん、そうだね。ディフさ、いや実はディフのリハめちゃくちゃ前にやってて、まあ、まだね3日、うん、3日だからティフ本番、もう一回まあティフのリハもあるんですけど、そうあるんですけど、なんかもうみんなが忙しすぎて全員が集まれる日がないからって言って、ティフのリハ実はちょっと前にやってて、そう、出演メンバーが発表されたのはめっちゃ最近なんですけど、実はティフのリハちょっと前にもう一回やってて、でその時になんか曲が詰め詰めすぎて、なんかしゃべ MC いらないんじゃないみたいなMC いらないんじゃないみたいなことになって、でなんかあのえ、普段フェスって自己紹介とかしてないけど、もうなんかその自己紹介もしなくても、もうしゃべる時間すら惜しい、なんかその MC の間で一曲披露したいみたいな、なんか話になった結果、曲中に自己紹介するのどうみたいな話になって、めっちゃふざけて、絶対本番やらないですけど、絶対本番やらないですけど、あの曲中に自己紹介したらどうみたいになって、まあ瀬戸利をさ言えないからさ何とも言えないけど、瀬戸利をさ言っちゃうことになる、難しいけど、何だったらいいかな、あ、例えばね、例えば心に太陽だったらさ、心に太陽のさラッサビのとこってこうやって起き上がるじゃん、センターの人が、いやその時に藤崎美優でーすみたいなとか、あとあのしゃべぴーの
そのイントロの煽りで藤崎美優ですって言ったりとか、あとはあと何だったかな、あと何だったら分かりやすい、なんだっけ、あと何なら分かりやすいかな、そういうそういう系の曲そう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 、自分なんか自分たちの自己紹介も曲中にやればいいんじゃないみたいな話になってそれをふざけて、休憩中にふざけてみんなでやってたのがめっちゃ面白かったんだよねそう、自己紹介の曲とかじゃなくて曲中に、曲中に自己紹介するっていう案が出たの。絶対誰も採用しないじゃんでもそれをダンスの先生とかマネージャーさんも一緒になってノリノリでふざけて言ってたのがめっちゃ楽しかった。絶対本番やらないですけど、本番やったらごめんなさいね、もうそれぐらい時間がないんだなと思ってください本当に面白い。あとさ、例えば自然渋滞でさ、こうやってさクロス交差するとこあるじゃん、あれで真ん中に来た瞬間に自己紹介していくとかとか、そうなんかそういうの面白いよねっていう話になったんだよねあ、そう、あとあの別とかさ、あのさ、いや別にじゃなくて自己紹介する藤崎美優です、言葉にはってなるかもしれないしそう、なんかそれ考え始めたら意外となんかいろいろ面白くてあと何、思い出いっぱい公演で例えるとなんだろうな、あ、僕並みとかさ、あのラッサビマヤさん、マリナさんがいつもシュッってやるとこあるじゃん、あそこで自己紹介とかできそうじゃない、藤崎美優僕のないなそういう歌詞だと確かに初めて、フェスなんてね NGT 知らない人とかもいるのにね、確かにそういう歌詞だと思っちゃうそうとかやってましたすぎだからそれぐらいもう自己紹介を曲中にやらないと無理じゃないっていうぐらいなんか詰め詰めにするかもみたいな話はありましたけど、まあ本番はどうなるか、そして本番本当に曲中に自己紹介絶対しないなんか、まあ、お楽しみにって感じですね面白すぎる。そう、でも本当にティフもね楽しみですね。しかもティフの次の日公演だし、サマステはサマステの次の日おしゃべり会だし、だもんね。そう。ね、楽しみ。そう、萌ちゃん生誕祭ね。そうなんですよ。でもさ、めっちゃ前にリハしすぎて、ティフのリハをもう覚えてない覚えてないからちょっと呼び戻さなきゃいけないんだよね。そう、呼び戻します、頑張って。思い出さなきゃいけない。でも今はそれよりももっと別のことに追われすぎててってなってるから、もう今週やばい、今週詰め詰めで頑張るウィークなんです。そう、どちらも野外ですね。なんかほんと夏フェスって感じでめちゃくちゃ楽しみ。うん、ね、お天気だけちょっと、まあでもね都内だから晴れてるでしょちょっと新潟はなんか今夜からまた雨降りますとか言ってて、えって感じなんですけど、うん、都内だったら晴れてるでしょうと思って、はい、大丈夫じゃないかな。いや確かに天気は大丈夫かもしれないけど暑い。え、確かに去年のティフめっちゃ雨だったわ。そうだったなんかさ、ティフさ、今年も同じステージなんですけど、あのこう屋根のついてるところの人たちはさ守られてたけどさ、この屋根のあっち側土砂降りで
MC でなんか結局触れたの、触れざるを得ないぐらいびちゃびちゃすぎて、なんか大丈夫みたいな。なんか私たちがまだ出る直前は降ってなかった。まあ降ってた、なんか降ったり止んだりだったんだけど、私たちがステージに出始めた瞬間に土砂降りで、そう、なんかもう本当に大丈夫みたいな感じで。だったね。確かにそうだった。去年そうだったね。やけくそ。みんなやけくそ。いやまあでもそれはそれでね、なんかフェスの醍醐味っていうか、びちょびちょでも楽しければ何でもいい。風邪ひかないでね。次の日公演あるからね。そうだった、そう、忘れてました。そうだわ、去年のサマステもめっちゃ暑かったし。ああ、そうだね。うん、楽しみ。そう、でも去年そのTIFFのあのホットステージが初めてだったんですよ。そう、初ホットステージだった、憧れのステージだったので、また今年もそのステージに立てるということで、めちゃくちゃ楽しみです。嬉しい。でもさ、そう思うとさ、あ、でも去年のTIFFは日向さんいなかったんだ、確かね。日向さんいないバージョンのあの別、え、そう、めっちゃ去年大変だったんだった。去年さ、コンサートのさ次の日だったじゃないですか、TIFFが。でコンサートで初めてあの別を披露して、で次の日のTIFFであの別披露したんだけど、日向さんがいなくって、で日向さんなしバージョンのあの別を急遽作らなきゃいけなくって、でも前日コンサートだったから練習する時間がなくって、あのTIFFの当日の朝、なんかめっちゃ変な形のレッスン場みたいな、なんか都内の細い、なんか細いレッスン場で日向さんなしバージョンのあの別を作ってやったんだったな。そう、懐かしいです。でさ、もうみんなコンサートの翌日でさ疲れすぎててさ疲れすぎてさ、あのさ、流れ星と違うと笑ったけどって2番あるじゃないですか。そこさ、れいちゃんがさオペラみたいに歌ってさ、もうなんか間違って、たまたま、別に狙ったわけじゃなくて、たまたま流れ星と違うと歌って、もうなんかみんな疲れてるから、それでなんか大爆笑して、朝からもう今でもそれめちゃくちゃ語り継がれてて、でこの前もそう、その話で盛り上がってた。あの別あの別やるとさ思い出しちゃうんだよね。めっちゃ面白かったっていう。そうだ、去年楽しかった楽しかったけど、うん、大変だったんだった。でもさ、そう思うとさ、去年のさTIFFに出たメンバーからも結構変わってない人、そんなことない。まあ、リカさん卒業前だったし、リカさんもいないし、日向さんはまあ出てなかったんだけど、日向さんもいないし、サーヤもいないし、でもそんなもんか、そんなもんかとか、だからね、またなんか今の NCT って感じで。そう、いや、そうなの、やっぱさフェスとかだとさ、NGT を知らない他のアイドルファンの方とかがたくさんいるからこそ、こうその中でも知ってるメンバーってなった時に、やっぱりリカさんとか日向さんがやっぱ存在としてすごい大きかったじゃないですか、そういう外のフェスとかに出る時に。でももう今年、いや、そうなの、去年の夏はいたけど今年の夏はいないって、すごいよね。なんかこの1年でさ2人いなくなっちゃったんだって、なんかフェスとかでめっちゃ実感しそう。そう、だからでも本当にその分頑張らなきゃなって、見つけてもらえるように頑張らなきゃなって思いますね。頑張ります。でもその中でもしゃべぴなんかすごい、しゃべぴは知ってるみたいな人多くて嬉しいな、フェスとか行くと
じゃあちょっとセンターも知ってもらわなきゃなって曲だけ有名になってる今曲だけ有名になっちゃってるので、ちょっと人も知ってもらえるように頑張んなきゃなって思いますね頑張ります。そうでもそう思うとね、一瞬の花火ってなんかどうなんだろうね。例えば外とかで披露するってなった時にさ、こうコールってできるの？え、どう思った？みんな一瞬の花火ってコールできそう？でもヒラメロができそうだね。サビはさコールする感じじゃないよね。サビはコールする感じじゃないけど、ヒラメロは結構できるかなそうね、今回のこの一瞬の花火ってこれもすごい NGT らしいなってめっちゃ思うんだけど、イントロもなければ感想もないしアウトロもないんですよ。なんかほんと青春時計みたい。そうだからさ、このイントロだったりさ、コールしたりするのって、まあイントロとか感想とかコールしたりするじゃないですか。でもイントロも感想もアウトロもない曲だから、そうなんかコールとかをする感じの曲ではないのかなって、かできるところが少ないのかなって思ったりとかしてて、うん、そうコールする感じの曲じゃない。そうなんだよね。そうでも確かに渡り鳥もコールする感じの曲じゃないけど、めっちゃもうみんなのコール脳内再生できるぐらいに聞いてる日向から始まって確かに何でもかんでもコールするわけではすいません。でも確かにコールする感じの曲ではない、盛り上げる感じではないか。そうだから本当にそのイントロ感想アウトロがない曲ってめっちゃ NGT っぽいなって思ったんだよね。 それもそうだし、あとなんかこう大人めな曲調みたいなのもすごい NGT っぽいなって思うし、なんかこうまた NGT らしい一曲をいただけたのはすごく嬉しいなって思いますね。でも確かにね、コールは全然してもらいたい気持ちもあるけど、でもなんか初めまして初めて皆さんに見てもらうときにはなんか一旦めっちゃ見てほしいって思うかも、うん、だってすごいからだってすごいから、そう一旦コールする前にめっちゃ見てほしいって思います。なんかねすごいんだって本当に。もうだからもうめっちゃ解説したい早くここは実はこここうでこうでこういう意味なんですよって。やっぱ振り付けもさすごいさ、めっちゃ意味込められてるじゃん。あの別とかもさ、こうリーかみたいなとかさ、一個一個の振り付けがさすごいじゃん。今回もめっちゃすごくて、もう意味が詰め込まれてる超。だから早くみんなにも、うん、見せたいし伝えたいしみたいな感じなのでそうだから早く皆さんの前でお見せできる日をすごい楽しみにしてますね。 LINE ミュージック再生回数が1500回超え、あ嬉しい、すごい、そんなに聞いてくれてありがとうございます。嬉しい。車で聞きながらコールしてるけど、え、すごい。じゃあもうコールできるじゃん、いつでもヒラメロはね、できる、うん、一瞬の花火の略称ってどうなるのかな。私は、あ、確かに出た、略す問題。略さなくていいんじゃないかと思いつつも結局なんだかんだ略してるよね。まあ、渡り鳥や渡り鳥ってメンバーは言ってるなんか渡っちょうとか渡空とかなんか言ってたけど、結局渡り鳥になってますね。あの別とかね、しそしなとか、一瞬の花火は一瞬の花火でいいんじゃないかな。でもこれ毎回言ってる気がする。
なんかそのいい略称が思いつかなくって、なんかそれで良くないとかって言ってても、結局なんか気づいたら略詞が生まれててやってたりするよねいやでも一瞬の花火は一瞬の花火でいいんだ。だって青春時計とか言うじゃん。青春時計略したことなくないたまにさ、青春時計とさ、絶望の後で混ざってさ、アンコール明け青春の後でって言っちゃう人たまにいて可愛いわかる。ちょっと違う略し方になっちゃう今まで何回かあってね、青春の後でなんかいい感じになっちゃうんだよな2曲を略すタイプ、新しいそう、いや一瞬の花火は一瞬の花火でいいでしょ。そう、略しようがないよね、うん、一瞬の花火でいいと思うファン同士の会話だと花火っていいし、あーそうか確かに。でもタイトルに花火ってついてるのは今回が初めてか。なんか今までもこう、まあ、花火がテーマの楽曲、楽曲なんていうの、なんかポンコツはさ、ポンコツはさ、なんか一応片貝の花火とさ、まあ、コラボしてるのよ MV は。そう、ちょっと楽曲は花火全然ないんだけど曲だけ聞いたら花火の曲なの、そうなのってなっちゃうけど、実は MV はその片貝の花火と、まあ、コラボというかご協力いただいて撮影させていただいてて、そう、でまあ牧場もね、去年長岡花火の前夜祭で披露させていただいて、まあ、ちょっと花火モチーフみたいな、まあ、なんて言ったらいいんだろう、まあ、ちょっとまあ関わらせていただいてる感じなのかな。そう思うと新潟のその三大花火、越後三大花火に、まあ、こう関わっている楽曲としては全制覇なんですよ NGT としては。それ結構すごくない？実は実は三大花火全制覇なんですけど、でもやっぱ今回が一番ちゃんとこう花火感ある、花火感、まあ花火ってタイトルにもついてるんだけど、花火とまあ関わらせていただいているっていうのがまあ一番伝わるし、まあ花火ってタイトルだったり楽曲にもまあ入ってる曲かなって感じしますね、うん、だからまあ確かに花火って言ってもわかるけど、いや一瞬の花火でしょ一瞬の花火でしょ多分。まあこれまた時が経って勝手に生まれてたりするものだから結構ちょっと楽しみですね、この一瞬の花火の略し方の行方。私はもう何も略さず一瞬の花火に一票一票入れときます、はい。さてどうなるんでしょうか一瞬花は言いづらすぎない呼べない、なんか難しい一瞬じゃない花火の楽曲もらった時そんなことあるかなまあ一瞬の花火、一派の、ああなるほどね。ちょっとみんなの中でどういう風に浸透していくのかが楽しみっていうか、結局みんな渡り鳥はなんて呼んでるわけ。なんか当時結構論争起きてたけど、メンバー内ですら論争起きてたけど、結局なんて呼んでるの渡り鳥。あ、もう割れてる、もう割れてるわ。わたちょうが多いの。わたちょうは赤いにがつけたやつだよね。フルで読んでもなかなかいない。渡り鳥たちに空を見る。あ、でもわたちょう派の方が多いんだ。なるほどね、そうなんだ。カ
入り派なんだ。そうでもさ、あとさセカオもさ、セカオって言ってる人とさセカドコって言ってる人いるよね、たまに。まあ、圧倒的セカオの方が多数な気がするけど、たまにセカドコって言ってる人もいて、一瞬なんだっけってなっめっちゃお腹鳴った。セカ人もあるからね、ちょっと分かんなくなった。ポンコツをポン好きって呼ぶ、わっいるわ一定数そうだ、なんか結局ね、まあみんなの好きな呼び方で呼んでもらって何でも構わないんですけど確かにたまにいる、すごく珍しい略し方って思ってるまあでもそれだけね、皆さんにこう愛されてるってことが、いろんな呼び方があるってこと。一瞬の花火もいっぱい聞いてくださいいっぱい聞いてください。王様は略しようがないよね、王様でしかないもんねそうだ、そうでも王様のポンコツもさ、フルでやった記憶がもう全然なくてさ、うん、待って、シャーペン懐かしい、かいいじゃん。あれだよね、ドラさん公演の時ですよねドラさん公演の時にあれなんだっけ、ソフトサーブ、曲振りソフトサーブだったのにシャーベットピンクって言おうとしてシャーペンって言った全部間違ってるそうだ、それありましたね。しかも曲振りしなきゃいけないやつソフトサーブだから全部違くて面白かったな。あったそんなことそうね、そう王様もさポンコツもさもう全然フルでやった記憶がなくて、結構もうワンハでしかやってないじゃないですか。まあ渡り鳥、あの別はさ公演、いやん、渡り鳥はでもまあ割とフルでやってた、なんか冬ブロックでやってた時はワンハだったけど、フルでやったこともあったし、まあ、あの別もね今公演でフルでやってるけどね。でもさこの前の花火の時さ、一瞬の花火ワンハだったじゃん、その柏崎のさ花火大会で打ち上がった時、ミュージック花火やっていただいた時、私フルだと思ってたらワンハで、あワンハなんだって思ってそうだからワンハバージョンを初めてあそこで聞いたの。あ、ワンハになるとこうなるんだと思って。そこで、そう、あの時計のにすぐ入るんだと思って。そう、あれが初めてワンハバージョン聞いたから。もう今後披露するってなった時にね、なんかワンハのことが多いのかなと思ったりもするけど、でもフルでやりたい。絶対にフルで見てほしい。一回でもいいからフルで披露する場所欲しい。あと多分さ今後披露するってなった時にさ、こうマイク持ったりするじゃないですか。マイク持って披露したりとかするじゃん。でもそのマイクなしバージョンがさ、どの振り付けにもさあるわけじゃん最初。そうでね、本当に一瞬の花が一旦なんかもうマイクなしでやりたい一旦マイクなしでやりたい。もうなんなら歌わなくていいかもしれない一旦なんかもうマイクすらもこっちのヘッドセットすらもつけずに、一旦みんなでなんかもうパフォーマンス見てほしいぐらいすごいすごい。そういやなんかね、そうマイク、逆にマイク持ったらこれどうなるんだろうなっていう感じで、結構どうなるんだろう。まあでもね、やっぱ外で披露するとかってなるとどうしてもマイク持って披露することになるだろうからさ、どうなるのかなって感じですけど。そう、あ確かにね、なんかダンス動画とか出せたらいいのかもしれないね。そう確かにね、渡り鳥とかもさ、本当はフルの方がめっちゃこの羽感ね、 MV とかだからいいですよね。いや本当になんかそう、あのダンス動画見るのは好きだけど、自分が出すってなったら下手なの
丸分かりだから嫌だなとかって思ったりするんだけどでもめっちゃなんか今回の本当にうん すごすぎてめっちゃ見てほしいって思う。初見です、ありがとうございますね。ダンス動画とか絶対出した方がいいよって、私はちょっと本当は嫌なんだけど本当は嫌なんだけど、でも本当出した方がいいよっていうぐらい、そうって思ってます。ちょっとそろそろ終わりにしないと、また私今日も頑張ってくるから私今日も頑張ってくるね、この後だから、そろそろ終わりにしなきゃ。頑張ります。じゃあランキングを読んで終わりにしようかな。ランキング読みます。13位のとうさん、ありがとうございます。12位オクタゴンさん、ありがとうございます。11位埼玉山添さん、ありがとうございます。10位ヒーローさん、ありがとうございます。9位カイヨトさん、ありがとうございます。8位ヒンジさん、ありがとうございます。7位ファントムさん、ありがとうございます。6位フサクさん、ありがとうございます。5位埼玉のカタツムリさん、ありがとうございます。4位あやめさん、ありがとうございます。3位やめさん、ありがとうございます。2位山ありさん、ありがとうございます。1位ほしーさん、ありがとうございます。そうだ、おしゃべり会の受付があと3分3分で申し込めるものなのかしらね。おしゃべり会もぜひ、もうすぐ8月18日の最終受付なので、お待ちしてます。ありがとうございました。頑張ってくる、バイバイ、ありがとうございました。あ、これ7月最後の配信7月もありがとうありがとうございました。バイバイ。